さあ本日のセミファイナル、レベルスムエタイフェザー級王座決定戦、まずは破天荒な天才児クリア翔吾がさあ南側の客席から入場であります。さあ女性ファンから黄色い声援が飛んでおります。さあ重田さん、はい、注目のこの選手。そうですね、もう格闘技界キック界注目の選手ですよね。はい、はい、一撃必殺の左フックを携えて、うん、深夜にはポエムを、そうですね、ポエムが、はいはい、そしてまあイケメンファイターとしてもね、うん、有名で、はい、今日はもうあの応援団100人のうち90人が女性、若いギャルという、はいはい、正午ギャルが客席に詰めかけておりまして、うん、じゃあもうね称号革命がね、そうですね、ちょっと進行中ということでございます。はい、本当ちょっと何もかも、もう敵規格外の選手ですね。さあこちらも入場してまいりました、レベルズムエタイフェザー級王座決定戦、イノベーションスーパーバンタム級現王者でもあります天才少年安本ハルトであります。さあこちらもね天才と言われておりますけども、ね、はい、もう19歳でもうジュニアの頃からも有名な選手ですよね。はい、それではただいまより本日のセミファイナルマッチ、レベルスムエタイフェザー級王座決定戦3分5ラウンドを行います。赤コーナー橋本道場所属、イノベーションスーパーバントム級王者安本ハリコーン。青コーナークロスポイント吉祥寺所属、クラリアキー将軍。さあセミファイ、さあセミファイナルは安本晴人対クリアキ将軍、こちらのね非常に花のあるですね対決となっております。さあ、小笠原選手、はい、このクリアキ選手なんですけども、はいはい、よくご存知だと思います。そうですね、もうあのクリアキ選手は本当に天才ですよね。あ、はい、天性のものがある、はい、はい、僕とはまたタイプの違う感じで、いやいや花のあるっていう、ね、共通では非常にあると思いますけど、いやいやいや、またちょっと違いますか。そうですね、なんか普段も結構理解不能だったりしますか。あんまりちょっとそうですね、分からない部分多いですね、分からない部分ある、彼は、はい、ただリング上においてはうわ結果を残す、うんうん、ところはすがありますよね。いやちょっとこれはね重田さん、はい、楽しみな対決ですね。そうですね、楽しみだし、よくまあね両陣営が戦わせたなというか、はい、本当にホーク同士なんで、そうですね、はい、この対決が今この段階で見られるのはすごく、うん、あのまあ楽しみですよね。そしてねベルトももちろんこれかかっております。はい、はいはいはい、今もうあのクリアキ選手はグローブタッチ行ったところにもう安本選手は蹴りですね。うん、そうですね、はい、もうやるぞっていう宣戦布告ですよね。いやクリアキ選手がねすごくまあ女性人気があるっていうのも分かるんですけど、安本選手もねもうかなり、ね、
に大事なタイプなんでね、はい、もう本当になんか 2.5 次元の世界にね、そうですね、もう、はい、そういう皆様も取り込んできるような対決でございます。さあ今回はレベルスムエタイフェザー級の王座決定戦として、さあどちらかがねベルトを曲げますんでね、まあ、クリアキ選手からしたらもう一撃必殺の左フック、うん、もうこれで本当ケオしてきてるんで、それをいつ倒、まあ、放つかっていうところなんですけど、はい、安本選手からしたらその、まあ、足技ですよね、あ、はいはい、先ほどからちょっとあの三日月蹴りっていうのをボディに打ってるんですけど、はいはい、あちょっと今ローが、これは今ちょっとブローですかね、そうですね、ローブローで入ってしまいましたね、はい、サンスポートオーソドックスでやっぱ入りやすいんですよね、ローブローどうしても組み合わせ的に、はい、なるほどなるほど、さあちょっと今ね時間が取られておりますけども、うん、まあ安本選手は本当にね蹴り技が、そうですね、はいはい、蹴り技どんどんもうボディ狙っていくっていう作戦が見えますよね、うん、これあの3分5ラウンドなので、そうですね、はい、後半になるとあのボディっていうのは本当に効いてくると思いますので、なるほど、やっぱ小川さん選手やっぱりね3ラウンドと5ラウンドでやっぱ戦い方、そうですね、全然やっぱりスピードも変わってくると思うんで、うん、1ラウンドからこうラッシュをかけるのかとか、そういうところも全然、はい、あの構成が変わってきますよね、はい、試合の安本選手は試合前はね、まあ、終盤に勝負なんてことをおっしゃってましたけども、さあどうなるんでありましょうか、いや体力的な部分で言ったらやっぱり、うん、安本選手の方があるのかなと思うので、そうですか、クリアキ選手としたらやっぱ最初にこう一発フックを当てたいのかなっていう、うん、いや両者ともにこう手足がね、そうですね、非常に長い、はい、まあ、体型的にはちょっと近いものありますよね、そうですね、ちょっとあと安本選手ちょっと身長伸びてるんですよね、まだ、そうですか、19歳、はい、2人迎え合った時に、はい、2人迎え合った時にもう174ぐらいあるっていうことですので、資料だと170なんですけど、はい、多分こう 1,2 年でまださらに伸びたみたいですね、なるほど、まだまだ成長期ということですよね、蹴り終わり狙いしっかり蹴り終わり、いや強烈なこれ見どもね、はい、この左の蹴り本当多分嫌だと思いますよ、うん、さあいやもう返していく、もうちょいクリアキ選手としたら距離をちょっと縮めたいですよね、なるほど、今安本選手のこの長い距離がこの間合いは安本選手やりやすい距離じゃないかなと思う、安本選手の間合いですね、はい、さあ長い足でさあ蹴りが飛んでくる、いやまた伸びますね、またこうね、そうですね、はい、あと距離感がすごい正確です、安本選手はこの距離ならこの攻撃っていうのがしっかりできてるんで、さあここで1ラウンド終了、うん、さあ1ラウンドを終えて小笠原選手どうですか、そうですね、うん、まあ、1ラウンドは安本選手がうまく距離を支配してたかなと、うん、なるほど、クリアキ選手としたらやっぱりもっと距離縮めて得意のパンチを当てていきたいですよね、2ラウンド以降はちょっと前を詰めて、はい、前詰めたいですよね、同じですね、ラウンド2、いやこれは本当にさあ楽しみな第2ラウンド、うん、さあ距離を詰めていけるかクリアキ、まあ、ただクリアキ選手もそのね、まあ、爆発力といいますか、ありますね、そうね、ラッシュする力っていうのは本当持ってますもんね、はい、クリアキ選手からしたらもっとああいう感じの乱戦に持ち込みたいですよね、なるほど、こういう風にしてこうちょっと距離取ってなんか技術比べみたいな感じになっちゃうと、もう多分安本選手の方がはるかに上だと思うんで、もうそれはもう安本ペースなわけですね、そうですね、うん、強引にでもこう入ってきたいですよね、クリアキ選手は、そうですね、さあそれをねもう前蹴りで阻止せんと、はい、なかなか安本選手はそう簡単には入らせないと思いますね、お互い天才なんてことを、ね、言われてますけど、またちょっとねタイプの違う天才なのかもしれません、そうですね、はい、努力する天才と、うん、あんまり練習しない天才ちょっと待ってくださいそんなことはないと思いますけども、はい、クリアキ選手は
ここ2ヶ月ぐらいはすごい練習してるみたいですよね。そうです、ここ2ヶ月すごい練習してました。そうなんですね。なんで5ラウンドでも大丈夫だと思います。そうなんですか。はい、一番ねよく知ってる方がね。あ、でも言ってることもある。安本選手はもうね10年ぐらいずっとそういう努力してるわけですから、10年対2ヶ月でどっちが勝つんだって話ですよね。いや、ただ栗も、ね、栗脇選手何かこうなんか突拍子もないことやってくれそうな、ありますあります、ムードって持ってるじゃないですか。持ってますね。それはまあプロとして魅力的ですよね。そうですね。この辺のこうね、なんか立たずまいと言いますか、はい、すごいですね、これね。やっぱり安本選手はそのアマチュアの戦力も長いですし、はい、もういろんなタイプと試合してきてるので、少々のことでは多分驚かないと思うんですよね。この栗脇選手はちょっとトリッキーさと言いますかね、はい、そこに今、まあ、戸惑うことも、はい、おそらくないんじゃないかと、はいはい、おそらくなんか全部対応できる感じは安本選手という人はしますけどね。じゃあ本当にこうなんかミスターパーフェクトっていうかね、なんかそんな感じもしてきましたよね。当たる当たる、手出せ手出せ、2発3発出せ。さあ栗脇はどういったところから突破口を見出すのか。こういう組での、ね、攻防もやっぱり安本選手の方が優位ですよね、はい、あでこの三日月さあここで2ラウンド終了。小笠原選手どうですか、ちょっとペースはなかなか取り戻せないと言いますか。そうですね、2ラウンドではまだやっぱり安本選手の距離感ペースでやれてるかなと思いますよね、はい、そこは、まあ、茂田さんも同じくですか。そうですね、はい、まあ、あとはやっぱ5ラウンドでこう3ラウンドから結構、まあ、ムエタイとかもそうなんですけど試合がやっぱ動き出すと思うので、うん、なるほど、まあ、体力的にもやっぱ 1,2 できていてもやっぱ3からぐっとこうあの差がつき始めると思うので、次のラウンドでまたどんな展開になるのかなっていう。そうです。さあ3分5ラウンドで行われておりますレベルスムエタイフェザー級王座決定戦。栗脇選手がどういう攻めに出るかですよね。そうですね、3ラウンド攻めないと、ここでここでいけないとやっぱこれはもう前に出るしかないということですかね。そうですね、もう栗脇選手としたらやっぱ距離も詰めてパンチ当てていくしかないですよね。さあ的確に鋭い蹴りを放っていく安本。そうですね、ちょっともう崩すのはなかなか大変ですね、これ。安本選手がこうなんか飲み込み始めてるというか、うん、もう何をされてもあんまり驚かない感じが、目も慣れてきちゃいましたね。そうですよね、はい、なんかラウンドあの重ねるごとにどん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 自信深めてる感じがすごいします、ね、もう相手をこう、はい、見切ったと言いますかね、はい、見切った上でじゃあもう仕掛けてね、うん、ある種はこのタイプねっていう風に安本選手はもう分かってる感じがするんですよね、うん、でまたこの組の攻防でも必ずやっぱ安本選手が倒してるんですよね。そうですよね、必ずこれはもう安本選手が上になってね、はい、倒しますね。おお、肘切れた、はい、肘ね、あの肘の一発は怖いですよね。おお、ここで栗脇の爆発力が効いた効いた、来ましたね。こういう展開を作りたいですね、はい、なるほど、この展開、これです、これです、はい、これです、これです。わー、切れた、あと1分50秒。これはやっぱり肘ですか ね、 肘ですかね、はい、いいですね。行けよ、行けよ、行けよ、あともう行け、
ここで攻めたいですね、翔吾選手。やはり3ラウンドに動きが、ね、ありましたね。ありましたね。いやだからこれ分からないですね、やっぱりね。試合は再開となります。さあ国脇がラッシュをかける。なるほど。あでもすごいな、うん、安森選手の投手すごい。クレイク選手は勝負ですね。そうですね、はい、もう一気に多分傷も深いんで、上から多分パンチでももっと切れてくると思うんで。さあかなり大量の血が流れてまいりました。あー出血すごい。さあただ闘志はね衰えていない松本、うん、さあ 1,2 ラウンドまでの展開とは全くね違いますね。違う展開になりました、はい、さあここで第3ラウンドが終了。さあ4ラウンド続きます。さあ小笠原選手、はい、やってくれましたけどもね。いやそうですね、やりましたね。こうやっぱ3ラウンドまでこう矢園選手が自信持っていっててちょっと荒くなったところにこうクレアック選手もガッバーに出た時にちょうど肘が合わさって、まあね、全く油断したというわけじゃないんでしょうけどもね、そこをこう逃さずに見てましたね。まあ、クリア選手のこう引きの強さといいますか、やはり何かを持ってる、ね、男なのかもしれません。そうなんですよね、はい、あのまま押し切られてね、はい、さあ王座決定戦3分5ラウンドで勝敗を決します。4ラウンドに突入。さあこれはお互い、さあ先ほどまでとは全く違う、どういった展開に出るか。さあ安本のキックは相変わらず切れ味はいいですが、そうですね、これ栗脇選手もちょっとね精神的なものちょっとねまた変わってきますかね。そうですね。でも栗脇選手からしたらパンチだけじゃやっぱダメですよね。そうですね、やっぱ蹴りたいですよね。おさあラッシュ、さあ安本も勝負に出る。クリアキ選手からしたら安本選手がパンチで来てくれた方がいいですよね、はい、やっぱ相打ちでも当たったら倒せるものだと思ってるんで。安本選手も気が強いですね。いやすごいですね、やっぱりね。やっぱ表情はもう強気のままですね。本当ですね。うまい。さあ第4ラウンドに突入しております。レベルスメーターフェザー級王座決定戦。さあ安本が行く、安本が行くが気も返す。ちょっとこの辺から体力がどうかな、栗脇選手はちょっとこの疲れが、はい、見えてきましたかね。あとはやっぱパンチを分かってきましたよね、安本選手が。栗脇選手のそのフックに対してこう警戒心を強めたというか。なるほど、そうですね、軌道を読んでる感じします。いやその辺のこう判断力、適応力やっぱすごいですね。いやすごいですね、本当にもう試合の中でね、はい、さあここは、うん、ラッシュコーナー詰めて気抜いちゃダメですね。さあ残り時間はあとわずか。さあコーナー詰めて、まあ多分ちょっともうガス欠な感じですね、栗脇選手は。さあ何度も残りわずか。さあここで終了。
さあかなりちょっとねスタミナ的には苦しいと。そうですね、そういった状況に栗谷選手になってまいりましたが、さあラストラウンドです。どうですか。そうですね、まあスタミナ的に栗谷選手厳しくなってきましたけど、安本選手もすごい気持ちが強いんで、5ラウンドもこう流さず倒しに来るんじゃないかなっていう思うんで、そこでまた栗谷選手も一発狙って何かあるとは思いますけど、そうですね、どうなんですかね。そうですね、なんかこう今までの戦い方見てると、はい、安本選手はこれで例えば組んで逃げるみたいなことは多分しなさそうですよね。そうですね、だからまだ栗谷選手も全然チャンスは本当一発は残ってるんで、さあ運命の第5ラウンド、それでこの戦いぶりというのはやっぱり末恐ろしいものありますね。まあ、でもやっぱりあの那須川天心選手なんかもそうなんですけど、はい、やっぱりアマチュアから長いんで、はい、やっぱ今これぐらいの子たちなんですよね。19歳20歳。なるほど、まあ、先ほどの大沼選手もそうですけど、ちょっとある種ファイターとして完成されちゃってるというか、それだけのもうね、はい、キャリアをもう積んでると言いますか、もうだから相手が効いてるとか全部わかるんですよね、きっと。栗谷選手はちょっとどうかな、挽回する力は残ってないかなって感じしますね。どうですか。そうですね、スタミナ切れた、口も開いてるんで、そうですよね、苦しそうですよね。安本選手がもう結構見切ってきて、自分のやりたいことをやれてる感じ、なるほど、さあ的確に打撃を当てていく、ダルド。強烈強烈。さあ、栗谷も返していくが。前蹴りがちょっと筋的に当たりましたけど、そのまま続行だ。時間は30秒切った。さあ最後に栗谷反撃なるか。しかしさあ無情にもここで時間切れ。さあゴングとなりました。5ラウンドね戦い抜きましたけども、両者いやもう本当に安本選手のペースでほとんどあのまあ切られたシーン以外ですよね、うん、まあただあのねこうカットかなり一時はそうですね深いね、はい、ちょっと止められてもおかしくないというような心配もしたんですけども、はい、そうですね、でおそらく本人も慌ててちょっとパンチの打ち合いなんかもしてたんですけど、はい、そこだけですよね。あとはもうずっとなんか平常心で自分のペースで進めてったっていう感じですね。やっぱそれはね小笠原選手なかなかね、そうできるもんじゃないんですよね。今もう本当に自分の距離で戦ってましたね。49対47、赤安本、ジャッジ仙台49対47、
中康本。ジャッジは49対46、中康本。以上3対0の判定をもちまして、ニューチャンピオン康本春人。さあ、康本春人が見事レベルスメーターフェザー級王座新チャンピオンとなりました。いや、これはもうね、はい、素晴らしい戦いを見せて、いや、もうこれは本当に安本選手が素晴らしいですよね、うんうん、どうですか、江崎選手見てて。そうですね、もうこういう、もう僕よりも若い選手でこんな強い選手がいるって嫌ですよね、本当に19歳でこの完成度は嫌ですね、ちょっと もうちょっとね、子供らしい面も残しててほしいですけどもうこれないですね、これはもうね、ないですね、もう。このね、沈着冷静さ最後まで保てるっていうのはね、そうなんですよ、やはりもう、はい、もう技術的に高いのはもうそうなんですけど、うん、メンタルもやっぱ素晴らしいですよね、はい、もうね、決定戦でしたけど、何かこうチャンピオンのね、はい、戦い方を見るような感じはしましたね、うん、はい、まあ、ニューチャンピオンとしては本当にね、ふさわさしい、あ、ニューチャンピオンとしては本当にふさわしい選手がね、はい、そうですね、はい、ベルトを巻いたと言えるんじゃないでしょうか、はい、さあ、見事に強かった安本春人が新チャンピオンとなりました。